ズボレンコシツエ船は、スロバキア国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は160。ズボレン川では、1871年から1872年にかけて、フィレアーコボズボレン館が開業した。1873年、フィレアーコボレナルトブツェバーンレーベ館が開業。1874年に、バーンレーベロジニャバ館が開業した。 その後1918年、レナルトブツェアボブツェ間の短絡線が開業し、現在はこちらが本線となっている。個室側では1890年にコシツトゥルニャなどボドボウ間が開業した。残りの区間が開業し、全線開通したのは1955年である。スロバキアとハンガリーの国境沿いを通る路線で、かつてハンガリーとスロバキアを結んでいた路線のうち、 スロバキア国内だけをつなぎ合わせた路線である。区間ごとに運転系統が分かれる。なお、イエゼンス系モルダバ間には運行されていない。以下では、スロバキア国鉄160号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。2015年12月休止。2020年度は臨時列車が停車していた。2020年12月休止。 ありがとうございます。